皆さんこんにちは、ジーナです。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日はね、皆さんがね、あの生配信でおすすめされた、めちゃくちゃイケオジの、タッチヒロシさんの、あの歌、ちょっと一緒に聴いていきたいと思います。なんか、泣かないでっていう歌なんだよね。で、聞いたことないね、この方。見たこともない。なんか俳優さんだもんね。で、いい人役やってる、ばかりやってるって言ってたんだけど、なんか悪役めっちゃ似合うわってジーナ思うんだけどね。はい、でもまあ、ね、それはね、あの別の話ってことで、とりあえずちょっとあの一緒に聞いていきたいと思います。どうなることでしょう。はいはい、いくよ、せーので、うい、はい、じゃん、すげえ、しまったチャイニーズティー、お前の好きだったチャイニーズティー、泣かないだろ、泣かないで抱き寄せてしまう、このまま友達でさよならは言えないか、弱くなったの私、今も愛してる、泣かないで、泣かないで抱き寄せてしまうか、泣かないで、泣かないで今よりもマシな優しさに、ちょっと待って、それはずるいぞ。すごーい。いやー、青春してるね、このイケオジ。絶対そうや。かっこいいよね。うわー。というかさ、あの、泣かないで、なんか抱き寄せるから泣かないでって言ってたよね。それやったら泣くわ。それは泣くわ。ね、抱き寄せてもらいたいんだもん。ね、思いません？皆さん。すごいな、皆さんの勧めありがとうございます。かっこいいね。かっこいい、かっこいい。なんか、その最後らへんとかでさ、なんで下唇噛むの、ずるいよ、ずるい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 、ほんまずるい。いやー、あれだよね、メキシコとか、まあラテン系だったらもうカザノバって言うんだけどね、こういう方は。でそれは何なのかって、
多分普通に女の子はもう誰でもなんかもう一目惚れしてしまうような人で、大体普通に片思いになるから自分の心が壊れるっていう、っていうことが絶対そんな感じなんだよな。若い時はやらかしてたかな、どうかな。まあいいけどね、いいけど、悔いのない人生を送れば一番いいと思います、皆さん。そういうことです。ということ、ありがとうございます。おすすめしてくれてありがとうございます、最強。またちょっと待って、ドラマとかのシリーズとか、まあドラマ自体がシリーズやねんけど、ひろしさんの出演してたドラマ、もうちょっとリナもね見ていきたいと思いますし、またおすすめの歌あればぜひ遠慮なく、いつでもコメント欄に書いててください。ありがとうございます 皆さん イケオジシリーズ、ありがとうございます、最強。 また次の動画でお待ちしてます。では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 、またね、バイバーイ。